おはようございます。おはようございます。おはようございます。声聞こえますか？大丈夫ですか？おはようございます。 OK OK、 はい、スタートしましょう。ハレルヤー、アメン。おはようございます。アメン。あと2週間です、ね。2011年は2週間です。あと1週間でクリスマス、あと2週間で新しい年です。アメン。その今のシーズンはとてもいいシーズンですね。なぜいいシーズンかというと、クリスマスを待ち望む、新しい年を待ち望むという時ですよね。それはですね、非常に信仰的なんです。で、なぜ信仰的かというと、私たちクリスチャンは新しい御国を待ち望んでるじゃないですか。天国を待ち望んでる、イエス様を待ち望んでる、ね、まさに待ち望むというのは信仰なんです。アメン。で、それは希望があるということですね。で、希望がない人はですね、何も待ち望んでません。何もこう期待していないわけです。もう絶望というのは希望がないことですよ。ないことですね。それはもう将来に対して何のですね、こう何かがあるだろうという、そういうものがないわけですね。で、多くの人は、失望しています。絶望しています。でもそれは、間違っていますね。全ての人に、全ての人に本来は希望があるんです。全ての人に希望があるんです。誰でも誰でも希望があるんです。誰でも希望があるんです。ただその希望を知ってるか知らないかのことです。クリスチャンは以前は希望がなかったけど、今希望を持ってるんです。クリスチャンも、ね、以前はその失望していたけど、今希望があるんです。アメン。私マナーしてるかな。あ、してました、皆さんマナーしてください。私も、希望がないときは自暴自棄になったり、焼け酒飲んだり、何かですね、この気持ちをの憂さを晴らしてましたね。多くの人はですね、希望がないために、希望がないために何か心の慰めを求めています。で、その心の慰めが、悪いものが多いんです。悪いことが多いですね。希望がないとですね、どうしても心が痛い、ね、悲しい、辛い、その辛い気持ちをこう自分でこう慰めようとして、お酒飲んだり、ね、ギャンブルやったり、何かこうあまり意味のないことをやってしまうんです。これが社会ですね。ですよね。希望がないからです。希望がないからその意味のないことをしてしまうんです。希望がないから楽しくない、希望がないから喜べない、希望がないから人のことはどうでもいいわけですね。その希望がないってことは、もう何もやる気がなくなっていくっていうことです。何もする気がない、もう仕事もしたくない、勉強もしたくない、もう生きることさえしたくなくなってくるんです、希望がないと。でしょ。希望ないんですから。希望がなかったらなぜ生きるんですか。生きる意味がないんです。それは間違っています。しかしクリスチャンは違いますね。クリスチャンは希望を見つけたんです。本当の希望を見つけたんです。本当の希望、確かな希望、永遠の希望、もう最高の希望見つけたんです。アメン。それは何ですか？それはイエス様ですね。イエスキリスト。皆さん、クリスマスってそういうシーズンなんですよ、皆さんね。多くの人はクリスマスはなんとなくいいなと思ってたとしても、そのクリスマスはそのイエス様が希望だということを知らないで、単なる雰囲気だけを味わっているのがこの世のクリスマスですね。パーティーね、それからプレゼント、デート、
飲み食い、飲み食いが楽しい、雰囲気が楽しい。確かにね、クリスマスの雰囲気楽しいですよね。でもそのクリスマスの雰囲気が楽しくなるその根拠は、その理由はイエス・キリストが希望だっていうことが分かって喜ぶからこそクリスマスが楽しいわけです。だって希望がなくてクリスマス楽しいですか？希望がない人が、絶望してる人がクリスマス楽しいですか？楽しくないでしょ。ねえ、もう自暴自棄の人がクリスマス楽しくない、むしろですね、こう失望してる人はクリスマスは逆に嫌です。だって自分が悲しいのにね、みんながこう楽しんでる、嫌じゃないですか。私だけ楽しくない、私だけ幸せじゃない、みんなは幸せそうに見える、私はもうね、なんかこう寂しい、楽しくないですよね。多くの人は、まあ、楽しいふりをして、幸せそうなふりをしてるけど、実際は楽しくないし、実際は、希望がないんです。だから皆さん騙されないでくださいね。みんなこうテレビとかですね、なんか見るとみんな幸せそうなふりをしてるじゃないですかね。こう AKB なんかこうやって幸せそうなふりをしてるだけどあの AKB の人たちは多分ですね、みんな孤独だと思いますよ。こうライバル意識とかね、でどうすればね人気が出るかとかね、個人的にはみんな悩んでると思いますよ。彼女たちにもですね、希望が必要なんです。彼女たちは希望があるふりをしてるだけなんです。ふりをしてる、あのだいたいそうでしょ。だってあのよくアイドルの人が自殺しちゃったりとかあるじゃないですかね。その歌手が自殺しちゃうとかね、それは心が病んでるからでしょ。心が病んでるから、その人気のある人でも急に突然おかしくなっちゃうこともあるわけですね。ふりをしてるんですよ、ね、元気そうなふり、幸せそうなふりをしている。だから芸能人大変ですよね。本音が言えないんですからね、見え張ってなきゃいけないですからね。でだからある意味で皆さん AKB のために祈ってあげてくださいね。彼女たちがこの、ね、多分苦しいと思うんですね。すごいスケジュールで、もう自由もないし、でこうそ、まあ、ある意味で仮面かぶって幸せそうなふりをしなきゃいけない、まあ、そういうことを見抜いてあげなきゃいけないってね。多くの人はそれ見抜けないでね、なんか幸せそうだなと思っちゃうわけです。でも私たちはそのね、この見かけじゃなくて中身を見なきゃダメですね。心を見なきゃダメです。心を見ればね、寂しがってる心、悲しがってる心、苦しい心を見てあげる必要があるんではないでしょうか。アメ。人間を見るとき見かけを見ないでください、ね、心を見てください、ね、見かけは見かけです。見かけに騙されないで心を見ましょう、ね、そして特にクリスチャンはその人の信仰を見ましょう。その人の信仰がその人の心ですよ。アメ。まあ、信仰がなかったら、ね、罪人の心しかないんですよ、ね、信仰がある人は信仰の心があります。信仰がない人は罪人の心しかないんです。でしょ。アメ。そうですね。そしてクリスチャンの人は、希望を知っているんですから、その希望に燃えなきゃダメです。クリスチャンが元気ないということは希望に燃えてないということですね。で、クリスチャンでももちろんこうね、落ち込むことはあります。でも私たちはその、希望を知っているんです、ね、そして希望を待ち望むことができるんです、ね、そしてその希望に燃えることができるんです。アメ。クリスチャンは希望に燃えることができるんです、ね、もう、希望に燃えるというのは、もうすぐ、ね、リバイバルが来る、もうすぐイエス様が来る、もうすぐ神の国が来るというですね、どれほど神の国が素晴らしいか、どれほどイエス様が素晴らしいか、どれほどリバイバルが素晴らしいかということを知ってるから、そのあまりにも素晴らしいので、その素晴らしいことに期待することです。アメン。あまりにも素晴らしい御国、あまりにも素晴らしいお方だから、今私たちが直面している様々な問題、苦しみは、
取るに足りないんです。小さなことなんです。皆さん問題持ってますか？持ってますよね。私も問題持ってます。でもそれは小さい。問題は小さいんだよ。問題は小さいんだよ。私たちの希望は大きいんだよ。アメン、アメン。それでは皆さん、今日はですね、クリスマスの歌を歌いましょうね。アメン。じゃあ、もっと口切って。
感想ですね。聖書講読を始めます。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい端ために目を止めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者の大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ちたらせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たち先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。アメン。どうぞ。アメン。アメン。今のところはマリアの祈りですね。マリアの祈り。イエス・キリストを産んだマリアです。ね、そして皆さん、マリアはですね、このイエス様をこの、ね、妊娠しましたけど、マリアは、まあ、クリスチャンの一つのモデルですね。クリスチャンのモデルですね。で、マリアはですね、やはり待ち望んで、今の祈りを見れば分かるように、イエス様を待ち望んでいたわけですね。で、どういうふうに待ち望んでいたかというとですね、主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、
権力あるものを多いから引き下ろされます。低いものを高く上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されますというね。これはまさに、その救い主メシアが、来ることの話ですよね。つまりマリアはですね、メシアを待ち望んでいたということですね。救い主を待ち望んでいた、この世のいろいろな不正やこの世の間違ったこと、悪とかそういうものをですね、その裁きに救い主が来るということを待ち望んでいたんです。もちろんマリアだけではありません。たくさんのユダヤ人がその当時、救い主を待ち望んでいたわけですね。そして、神様はマリアを選んだんですね。なぜ選んだかというと、やっぱりその彼女の信仰だと思うんですね。そういう救い主を待ち望むという、その信仰をご存知だったと思います。このマリアがこういうことを言ったということは素晴らしい信仰だと思うんですね。そしてマリアはその信仰のゆえにイエス様を見ごもります。アメン。そして、マリアはこう言いました、私はその幸せ者と思うでしょう、ね、多くの人がマリアのことを幸せ者だと思うと書いてありますね。本当に幸せですよね。マリアはイエス様をに選ばれて身ごもった幸せだと思います。でもこれはクリスチャンのモデルです。クリスチャンもですね、イエス様をはらみます。アメン。イエスキリストを信じる者は、ね、イエス様が私たちの中に入って、私たちの中にイエス様がおられるわけです。アメン。そして、マリアが、10ヶ月経つとイエス様を産みます。赤ちゃんを産みます。でそれがクリスマスですね。マリアがイエス様を産むことがクリスマスですよ。アメ。サンタクロースの誕生日じゃありませんね。イエス様の誕生日がクリスマスです。私たちもある意味ではですね、今私たちはイエス様をはらんでいます、ね、イエス様をはらんでいます。しかし私たちがイエス様が来られるとき、私たちが天国に行くときに、その変えられるわけです。本当の私たちの、永遠の体、神の子としての体に生まれ変わります。まあ、それが、誕生みたいなものではないでしょうか。今私たちはイエス様をはらんでますけど、天国行ったときには生まれるんです。アメ。クリスチャンは、神の子で、もうすでに神の子であるかもしれないけど、そのイエス様が来られた時、または天国行った時に、永遠の神の子として、本当にこう生まれるんではないでしょうか。そういう意味で、マリアは、そのクリスチャンのモデルになるんではないでしょうか。大事なポイントはマリアが素晴らしい信仰があってメシアを待ち望んでいたということです。アメン。イスラエルの人たちは、ね、今でもメシアを待ち望んでいますが、この当時は特に待ち望んでいました。なぜかというと、ローマの圧政で苦しんでいたからですね。以前はソロモンという王様がいて、ものすごくイスラエルは繁栄しました。ものすごい王国があったんですね。それが、このなくなってしまって、でまたバビロンから戻ってきて人はいたけども、ローマによって虐げられていた。そういう時こそメシアが欲しいと思いませんか。ですよね。そして、マリアを通してメシアが来ました。イエス様が来ました。あれだけ待ち望んでいたメシア、あれだけ、こう来て欲しかったメシアが来たのに、ね、律法学者パリサイ人たちはそのイエス・キリストをメシアだということを気がつかないで十字架にかけてしまったんです。なんという悲劇でしょうか。なんという悲劇でしょうか。自分たちが待ち望んでいたメシアをですね、殺してしまったということですね。もう本当に、すごいことです。理解ができませんが、しかしそれは
律法学者パリサイ人たちが、本当の信仰ではなくて、ね、その偽善者だったということですね。宗教的なそのリーダーたちが、純粋なマリアのような純粋な信仰ではなくて、ね、その偽善者で、口では御言葉は言うかもしれないけども、やってることは悪いことしてたということですね。つまり何かこうお金を搾取したり、欲で生きてたということではないでしょうか。そういう意味で、今の、教会の牧師たちも気をつけなきゃいけませんね。牧師が偽善者だったら、ちょっとそれは神様はご存知ですね。もし私が今ね、こうやってメッセージしてるじゃないですか、ね、神様の御言葉を語ってます。で、私がやってることがもしそれじゃないことね、不正なことをやってたら、当然それはとんでもない偽善者です。そして罰が大きいということですね。もし牧師が、罪を犯すなら、罰がもう普通の人の罰よりももっともっと大きい罰を受けます。 そうだと思いませんか。当然責任があるわけでしょ。クリスチャンのリーダーにならなきゃいけない、クリスチャンの模範にならなきゃいけない牧師が、もしね、不正行為とか、何か罪を犯すならば、罪が重いでしょ。当然ですよね。だから、牧師は、身を引き締めて、自分が堕落しないように、自分が偽善にならないように気をつけなきゃいけないと思います。でもね、しっかり、もし牧師としての仕事をしっかりやるならば、報いも大きいんじゃないかと思います。ですから、私も身を引き締めて、牧師の仕事をしたいと思いますが、神様は上辺ではなくて心を見ます、ね、人は上辺を見ます、上辺はだと分かりませんね。牧師が悪いことしてるかどうか上辺じゃ分からない、ね、でも神様はご存知です。神を恐れるというのは、神様が私たちのことを全部知ってるからです。私たちの心、思い、行い、全部知ってます。神を恐れましょう。私たちは全てが神様にあっては、もう裸同然なんです。神様は全部ご存知です。アメン。私たちの、ね、小さな嘘も小さな罪も全部ご存知です。私たちは神を恐れるべきです、ね、全て申し開きしなきゃいけませんからね。私たちの言ったこと、したことを申し開き しません。いかに私たちは、日々ですね、悔い改め、日々私たちは自分のその罪をですね、神様に許してもらう必要があるんではないでしょうか。清く生きることが神様の御心です、ね。イスラエルが、ね、イエス様を拒んだということは、それはとんでもないことかもしれない。でも私たちはその理由を知っています。神様はそのイスラエルがイエス様を拒んだことによって、救いが異邦人に行くというご計画があったんですね。アメン。日本人が今、まだクリスチャン少ないですけど、私たち日本人がクリスチャンになったのは、イスラエルがイエス様を拒んだからだと書いてあるんです。本来、ね、福音はイスラエル人のためだったんですね。イスラエルを救うためにメシアが来たんです。そのイスラエルがメシアを拒んだために、その福音が異邦人に流れたんです。アメン。これが世界史ですよ。世界史を一言で言うと、福音が世界を回ったということです。ねえ、世界史面白いですね。世界史もう本当にですね、世界史はデタラメではないんです。世界の歴史はデタラメじゃない。日本の歴史はデタラメではない。福音が世界を回っている、その歴史なんです。そしてこの21世紀もその歴史の一部分で、また終わりの時代の一部分です。今私たちは歴史の中で生きています。ですから、しかしこの21世紀の人間は、その何千年という歴史を見ることができるんです。アメン。その時に神様が働いた、
その働きを見て私たちは神を褒めたたえることができます。そしてこの20世紀21世紀に神はものすごく働いておられます。たくさんのクリスチャンが生まれています。それは私たち今クリスチャンは目で見ることができるんですね。そして、その世界中に散ってしまった、イスラエルの人たちは、この世界中に散ってしまったんですけど、それでもメシアを待ち望んで2000年間、ね、ずっと継続してきました。残念なことに、ほとんどのユダヤ人はイエス・キリストがメシアだということを気がつかないまま生涯を、終えたでしょう。しかし神様は素晴らしい方です。この終わりの時代に今イスラエルをもう一度集めて、今世界中から集まってイスラエルという国ができました。そればかりじゃなくて、その、イスラエルができたそのイスラエルにクリスチャンが生まれているという奇跡が起きているんです。聖書に予言してあるんです。神様ってすごいですね。皆さん、あの歴史を見るときに神様の働きを見ます。聖書で予言したことが今起きてるんです。聖書で、ね、こうなるということが今イスラエルの国において成就してるんです。なんと誠実、なんと素晴らしい方ですか。何千年も経って、ね、2000年経ってもう一度イスラエルという国ができるなんて奇跡以外にないじゃないですか。そして、そのあれだけ、このキリスト教に迫害されて苦しんだユダヤ人の人たちが今救われてるなんてすごいことじゃないですか。私は思うんですね。拒んできた神の愛を拒んできたイスラエルの人たちがいたけれども、イエス様はそれでもイスラエルを愛して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 きた歴史ではないかなと思います。今イスラエルの人たちが一育の木に葉がなるように、だん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 イエス様を受け入れるようになってるんです。皆さん期待しましょう。イスラエルが国としてイエス・キリストをメシアとして受け入れる時が近いんです。国としてイスラエルの国がイエス・キリストを公式にメシアと、ね、受け入れる時が来るんですよ。信じますか。アメン。それは素晴らしいことが起きるとローマ11章に書いてあるんです。イスラエルが完成したらどれほど素晴らしいことが起きるかと書いてあるんです。世界中の人たちはそれを期待するべきじゃないですか。神様の、その素晴らしいご計画に期待するべきじゃないですか。人間の力は弱いです。人間の力は何もできません。この歴史は世界を動かすことができるのは神様だけなんです。神様だけが歴史を作り、神様だけが祝福し、神様だけが全ての良い計画をなさるんです。人間の力はもうそれはダメなんです。人間の力、どんなに神に逆らっても、神を無視しても、人間の力で頑張ろうとしても、それは決して、成就しないわけです。クリスチャンは神の力を知っています。神に主権があり、神が全てを治め、私たちの人生さえも神がご計画して私たちの人生を祝福してくれてるんです。皆さん信じましょう。人間を祝福することができるのは神様だけなんです。イエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して神様が祝福することが本当の祝福です。アメン。そういうわけで、クリスマスというのはイエス・キリストを待ち望むことです。来年を待ち望むことは、神の国を待ち望むことです、ね。古い年はこの世を荒らします。なんかこう12月とこう暗いイメージがあるでしょ。なんか夜のイメージがありますよね。でなんかお正月って明るいイメージがありませんか。春というイメージね。
まさにそうですね。12月は、年末はこの世の暗さを表します。で、新年お正月は神の国の栄光を表します。そしてクリスマスのイメージは光であり星ですよね。星は希望を表します。多くの人は希望がないからね、星がありません。しかしクリスチャンには希望がありますから、星があります。イエス様という星です。ピカピカ光っています。星というのは光を放ってますね。皆さん考えてください。太陽があるから地球が明るいんでしょ。雨、太陽があるからですね、光と熱をもらってるんですよね。太陽があるから光合成で植物は、実をならしたり作物をならしたりするんでしょ。太陽のおかげですよね。神様は太陽系を通して、太陽系を通して神様がね、太陽のように、人間とか動物とか植物に光と熱を与え生かしてくれてるんだということを教えているんですよ。アメン。太陽は神様を表すんです。太陽は神ではない、でも神様のご性質を表しているんです。アメン。私たちは神様によって生かされてるんだよということですね。神様に生かされている人間がなぜ神を拒んだり神を無視したりするんでしょう。ものすごい罪だということを気がついてください。自分を生かしている、ね、源、自分を生かしているお方を拒むなんてとんでもないことだと思いませんか。多くの人はそれに気がついていないわけです。私たちも罪人でした。私たちも知りませんでした。しかしイエス様に出会って、イエス様と出会って神様が分かるようになったんです。今聞いている方々でまだ、ね、神様を知らない方はぜひぜひイエスキリストを信じて神様を知ってください。そして希望を持ってください、ね。夜空に輝く星です。アメン。私たちはまだ天国には行っていません。神の国に行ってませんが、私たちはこの地上で、この暴虐に満ちた地上で、この罪に満ち、悪に満ちたこの地上で、私たちはイエス・キリストという星を見ているんです。永遠の星であり、永遠の希望であり、本当の希望であるイエス・キリストを私たちは待ち望んでいるんです。必ず来ます。イエス・キリストは、イエス・キリストを待ち望む者をこの地上に来てくれるんです。迎えに来てくれるんです。これ以上の希望がどこにあるんですか。これ以上の希望があるんですか。ないですね。皆さん、クリスマスは、一番にイエス・キリストを待ち望む季節にしませんか。もう希望に燃える季節にしませんか、ね。そしてその希望を人々に表す季節にしませんか。クリスマスのイルミネーションのようにクリスチャンが輝きませんか。あの綺麗なイルミネーションありますよね。あれは世界中のクリスチャンだと思ってください。クリスチャンが輝くと綺麗ですね。アメン。輝きますか。待ち望みますか。アメン。はい、どうぞ来て、はい、いいですよ。ハレルヤ、アメン。ちょっとマダムゴマからのお知らせです。12月25日クリスマス、イエス様の誕生日会をここの教会でします。こちらの方でささやかですが、ケーキやお茶など用意しますので、イエス様のお誕生日を祝いたい方はぜひこちらの教会に来てください。以上です。アメン。あ、そうです。Praise the Lord. 主を褒めよう。 Praise the Lord. 主を褒めよう。 Praise Master Jesus. 主を褒めよう。
Are you happy, my viewers? リスナーの方、幸せですか? Are you happy today? 今日、リスナーの方、幸せですか? I see you are shining. 皆さん、輝いてますね。I see you are rejoicing. 皆さん、喜んでますね。I'm rejoicing with you too. もう、私も一緒に喜んでますよ。I'm rejoicing with you too. もう、一緒に喜んでます。Praise Master Jesus. 主イエスをおめでたいよ。Praise the Lord.主を褒めよう。The Lord is good. 主は良い方。All the time. いつもですよ。And all the time. いつもです。The Lord is good. 主は良い方。Praise the Lord. 主を褒めよう。Today is a day. 今日の日は。God has prepared. 神様が用意した日なんですよ。God has packaged. 神様がこう包んでくれたんです。To release His anointing upon us. God is always releasing His anointing. But today's anointing is a special anointing. Is a special anointing from the Lord Jesus. Praise the Lord. Next week Sunday, その日曜日の真ん中、we'll be rejoicing Christmas. もうクリスマスの喜びです。We'll be celebrating Christmas. もうクリスマスをお祝いします。We'll be celebrating the birth of Jesus Christ. もうそのイエス・キリストだけを。Is that not wonderful? もう素晴らしい、不思議な方で。Is that not marvelous?Marvelous. Yeah. Marvelous. Is that not great? もう偉大なお方で。He's so great. ものすごく偉大な方で。He's so marvelous. ものすごく驚くべき方で。He's so wonderful. もう素晴らしい方。Praise the Lord. Praise the Lord. We have to rejoice. もう私たちは喜んでます。We have to rejoice. 私たちはもう喜んでます。Because that day is our day.That day is the birth of our Lord Jesus. もうそのイエス・キリストの喜ぶ日。That day is the birth of our Creator. もうその創造主の日だから。That day is the birth of our Father. もう父の日だからです。So we have to rejoice.私は喜ばなきゃいけません。I have to rejoice. 私は喜ばなきゃいけません。You have to rejoice. あなたは喜ばなきゃいけません。You have to rejoice. Everybody have to rejoice. 彼も喜ばなきゃいけません。Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. He's the one yesterday. 昨日も今日も。Jesus Christ is the one yesterday. もうイエス様はいつまでも同じ方です。Today. 今日。And forever. 永遠に、そして永遠に。Let's rejoice. 喜びましょう。Let's rejoice. 喜びましょう。Praise the Lord. 主を褒めよう。Hallelujah. アメン。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 ハレルヤ。もう喜びましょう。喜びましょう。もう飛び上がって喜びましょう。もうネガティブな思い全部捨てましょう。もう心配も憂いも全部捨ててですね。もうとにかくイエス・キリストに会って喜ぶんです。イエス・キリストを持ってる人は喜べるんです。アメン。アメン。イエス様の契約をするというのはイエス様を信じることなんですね。イエス・キリストを信じて、イエス様と契約をします。信じないと契約をしていることになりません。信じているならば契約していることになります。そしてそのイエス様の肉と血をいただきます。マリアが、イエス様をはらんだように私たちはこのイエス様の肉と血を飲んで私たちの中にイエス様をはらむような感じですね。イエス様と一つになるという感じです。イエス・キリストを持つ者は永遠の命を持っています。イエス・キリストを信じる者は、喜ぶ理由を持つんですね。喜ぶ理由がなければ喜べません。失望しているということは喜ぶ理由がないということです。
希望に満ち溢れるというのは、喜ぶ理由を持っているということです。アメン。一番大事なことなんですね。この聖餐式は一番大事なことを教えています。この聖餐式を単なる習慣と思わないで、毎回毎回一番大事なことをしっかり深く理解するために、聖餐式を受けてください。天の父様、私たちを救うためにイエス・キリストは十字架で死なれました。なんと大きな愛でしょうか。その十字架によって私たちは罪が許され、永遠の命を受けました。今リスナーの方々で、私も救われたい、私も希望が欲しい、私も永遠の命が欲しいという方は、悔い改めて、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じることができますように、そして、聖霊を受けることができますように、そのような方々に聖霊を与えてください。聖霊を与えてください。特別な油注ぎ、特別な油注ぎを与えてください。あなたの誕生を心からお祝いします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。イエス様の肉を食べるというのは単なる儀式ではありません。イエス様の教え、イエス様の御言葉、イエス様の命令をしっかり理解して実行するということです。聖餐式に預かってもイエス様の命令に無関心だったら、それは間違っています。イエス様の肉を食べるということは本当に御言葉をしっかりと噛んで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 、味わって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 、自分のものとして実行することです。アメン。これが大事なこと、契約なんだよということ。イエス様との契約は御言葉をしっかり守ることなんだよということですね。一番それが私たちのするべきことなんだよということですね。天の父様、あなたが必要です。あなたが必要です。私たちにあなたが必要であり、日本にあなたが必要であり、世界にあなたが必要であり、若い人も年取った人も、男性も女性も、子供も大人もあなたが必要です。なぜならあなたが命であり、真理であり、希望だからです。あなたの希望、あなたが希望ですが、あなたを本当に述べ伝えたいのです。まだ知らない人、まだ絶望の人、まだ苦しんでいる人たちにあなたを、述べ伝えたいのです。どうぞリスナーの方々が、信じたい、信じてみたい、本当にそうなりたい、希望に満ち溢れたい、喜びたいという人がたくさんいると思います。彼らに信仰を与えてください。イエス・キリストを信じる信仰を与え、彼が生まれ変わりますように、生まれ変わりますように、マリアのように、マリアのようにイエス様がその方の中に入りますように、心から祈ります。私たちもさらに希望に燃え、信仰に燃え、霊に燃えて、星のように輝くクリスチャンにしてください。すべてのクリスチャンが信仰によって輝きますように励ましてください。教会を励まし、クリスチャンを励ましてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。
そういうわけで終わりの時代というのは良いことも悪いこともたくさん起きてきます、ね。クリスチャンにとっては良いことがたくさん起きてくるはずです、ね。その希望のない方にとっては災いが増えてきます。それは神様が意地悪しているわけじゃないんです。神様は希望を与えたいからです。夜空が暗くなければなぜ光を求めるんでしょうか。暗いからこそ星が必要じゃないですか。だから世の中がまさにもっともっと暗くなるんです。世の中が暗くなって夜空のようになります。それは星であるイエス様を多くの人が、求めるためなんです。アメ。ですからこのことをしっかり理解してください。世の中はますます暗くなります。しかしクリスチャンはますます輝きます。アメ。あのイルミネーションのスイッチを入れるとこうイルミネーションのライトがピカーって光るじゃないですか、ね。急にこう光りますよね。リバイバルはそんな感じでしょうね。リバイバルはね、物理的には日本は明るい国かもしれませんが、霊的に暗い日本がですね、ピカッと、ね、霊的なイルミネーションがつく時が来るんじゃないですか。それが日本のリバイバルですね。アメ。もうすぐです、もうすぐです。もう期待してますか、ね、リバイバルに期待してますか。2012年に期待しますか。アメン、アメン。ありがとうございました。ちょっと話しててください。はい、ありがとうございました。来週はクリスマス礼拝ですね。来週クリスマス、再来週が元旦礼拝、正月礼拝ですね。それでは皆さんありがとうございました。本当に、一緒に礼拝できたことを感謝します。そして、明日は7時半からまたありますからね。シャローン、シャローン、シャローン、アメン。